次世代シーケンスデータベースということで、中里が担当します。人弁がつく中にタケノコの里の里に、猛暑がとどまると書きまして中里たけるです。私がいるところがこの情報システム研究機構のライフサイエンスデータベース統合データベースセンター、略して DBCLS というところから来てます。で、今日の資料はですね、この URL だと bioscience.dbc.jp のイベント AJAX78HTML で、AJAX 宮崎あたりで検索すると多分このページに行けると思います。で、AJAX で宮崎ってやるとここ出まして、このページですね。で、ずっと見ていくと、講習資料は以下のページをご覧くださいとありまして、ここをクリックしますと、このページに行きまして、で、まあ、今日の内容というか、どういうプログラムかっていうのがありまして、今日 あのプリントした資料がですね、ここのところに、PDF としても上がっているはずです。その資料に従って、今日はやっていきます。それで、はい、本題戻りまして、で、NGS のあたりはですね、だんだんそのややこしくなって、なかなかいろいろ質問が出るかと思うんですけど、僕らはいつも今日も後ろで録画してますけれども、いろんなのを、まあ、例えば今回録画して、で、あと、統合テレビっていう僕らのサービスの中で、いろんなツールの使い方のムービーですとか、いうのを公開してます。なので、まあ、いろいろこうみんなにいろいろオープンにしようっていうふうに活動してますので、私もですね、ここにありますけど、Twitter でこのカエルのアイコンでチョークですってやってますので、別にフォローしていただいても構わないですし、ここに質問を飛ばしていただいても構いません。それで、Twitter のハッシュタグで、AJAX っていう、その先ほども言いましたけど僕らの講習会の、通称のハッシュタグがありまして、これをつけて例えばつぶやいていただくと、まあ今回僕らは東京から出張で来てますけど、私たちの同僚がネット越しにツイッターでこのハッシュタグ見守ってまして、まあ、ハッシュタグ付きで質問すると、まあ、僕らの同僚がこうネット越しにバックアップで回答してくれるっていうような仕組みにもなってます。最初に自己紹介をしたいと思いますが、私がいるのがこの真ん中の、ライフサイエンス統合データベースセンターっていうセンターで、今は懐かしい2000年ぐらいにミレニアムプロジェクトっていう、なんか文科省あたりがドバッとお金を出したことがあって、まあ、ゲノムをいろいろ読みましょうみたいな感じでお金が出ました。で、こっちで説明した方がいいかな。そうするとですね、国のプロジェクトっていうのはだいたい3年3セットとか5年2セットでして、そうすると2010年ぐらいにお金が切れるわけですよ。で、そうすると2000年ぐらいからお金をかけて作ったデータがですね、入ってるパソコンが2010年ぐらいから更新できなくて、パソコンが壊れるとせっかく作ったデータもろともどっかにこう消えてしまうという状況になってしまったということで、まあ、なんかそれをレスキューしましょうっていうプロジェクトが平成17年から2009年ぐらいから始まりまして、で、まあ、僕らはそういう消えゆくデータを、まあ、例えば、集めて、見れるときに見れるようにする、まあ、僕らは永代供養って呼んでるんですけど、拝められるようにするっていうこととか、あとはそのデータとかの使い方がよくわからないっていう話があるので、まあ、先ほども紹介しましたけど統合テレビっていうので、使い方のムービーを作るとか、そういう仕事をしています。で、それがその真ん中にある統合データベースプロジェクトなんですけど、世の中的に言うとそういう生物のものを情報科学のアプローチで、
解析室のバイオインフォマティクスっていうんですけど、そのバイオインフォマティクスの予算っていうのが、もう一個ですね、右側にあります JST のバイオインフォマティクス推進事業、通称 BIRD っていうプロジェクトがあって、財務省からするとなんでバイオインフォに2本もプロジェクトが走ってんだというふうにいう話になって、じゃあ一本化しましょうっていうことで2011年にそれ一本化されてライフサイエンスデータベース統合推進事業っていうのになって、で、まあ、現在に至るというようなことになっています。まあ、簡単に言うと、あっちの NBDC の方が、取りまとめをするホールディングス で真ん中の僕らのところが実際の 業務っていうか、いろんな情報科学のゴニョゴニョしてものづくりをする銀行みたいな、そういう、まあ、仕事の切り分けになっています。で、まあ、私はこの真ん中の、DBC レスっていうところが来まして、ライフサイエンス統合データセンターっていうのは、親組織がですね、情報システム研究機構っていうんですけど、もうちょっと言うと大学共同利用機関法人、情報システム研究機構っていうんですが、簡単に言うといろんな大学で、例えば遺伝子実験施設とか、まあ、ここも情報基盤センターっていうのかな、そういう情報基盤センターっていう何とか各部ではなくて共通の大学で各施設を持っていると思うんですけど、僕らの言うところっていうのはいろんな大学が共通の、機器とかそのリソースを使うっていうところで、まあ、もともと作られたところで、まあ、例えば、まあ、ここ大学なのでインターネットがサイネットっていうところで引かれてるんですけど、そのサイネットの元締めの国立情報学研究所ですとか、あとは、まあ遺伝子のデータベースとかが、まあ、登録される国立遺伝学研究所ですとか、あとは南極探検に行く極次研とか、あと統計数理研究所とかと、まあ、一緒の組織という位置づけになってます。で、ライフサイエンス系のデータの話でいうと、まあ、多分一番メジャーなのが左上にあります NCBI っていうのがありまして、アメリカの NIH っていうなんか厚労省の化け物みたいな組織があるんですけど、その下の、NLM ナショナルライブラリーオブメディシンっていう図書館部門があって、でその下に NCBI っていう、なんだっけ、ナショナルセンターフォーバイオテクノロジーインフォメーションかな、そういうなんか、ライフサイエンス系のデータを集めるっていうような組織があります。で、あとは、ヨーロッパにエンブルっていうエンブル EBI っていう組織と、あと日本の DDBJ っていうところがあって、例えば皆さんが遺伝子を見つけましたとか、まあ、今日 NGS の話ですけど NGS でデータを取りましたっていうと、この、NCBI、EBI、DDBJ のこの3つの、コンソーシアムのところにこう登録するっていうような仕組みになってます。で、まあ、例えば NCBI で登録されたものも DDBJ で検索できると、データが交換されているので、どこで登録してもいいし、どこで閲覧もできるというような仕組みになっています。で、この DDBJ と私のいる DBCLS っていうのは、今ご紹介した情報システム研究機構ロイスっていう OS 組織の下で、まあ、動いてまして、でこの DDBJ っていうのはデータを集めるのがお仕事で、僕たちはデータを使ってもらうのがお仕事なので、まあ、DDBJ が集めたデータを、まあ、私たちが検索エンジン作るとかいう感じで、まあ、コラボをして、運営をしているという状況になってます。で、まあ、組織の話はこんな感じで、じゃあ実際にあなたはどんな人ですかっていう話をしますと、今は、まあ、こういうコンピューターを道具にやってるわけですけど、もともと私も多分皆さんと近い、いろんな動物を扱う生命、まあ、私は理学系でしたけど、ところで、まあ薬品混ぜ混ぜして、通称ウェットって言いますけど、薬品混ぜ混ぜして遺伝子クローニングをするっていうような、仕事をしてまして、で、実験に挫折して、当時、さっきミレニアムプロジェクトって言いましたけど、バイオインフォマティクスが、バブルだったので、IT 企業のそのバイオインフォの部署に行ったんですけど、バブルっていうのは弾けるものでして、弾けて、一体その休眠時代というところで営業に回されたんですけど、営業してて腐ってるところをちょうど、私のいるセンターができて、人がいないからちょっと手伝えっていうふうに言われて、もろ手を挙げてやってきたというような役歴になってます。で、学生時代何やってたかっていうと、今絶滅危惧種のウナギを使って、実験をしてまして、もともと私の先生がですね、血圧調節をやってる
先生だったんですけど、でも医者ではなくて理学部化学科の出だったので、まあ分子生物学の手法でそういう血圧調節を解きたいっていう話で、ということで、血圧調節っていうとどっちかというと医学部っぽい、話なんですけど、まあ理学部とか系で分子生物学っぽく言うと、まあイオン濃度調節とか水分の調節を担っている遺伝子は何だろうっていうのを、まあテーマにしてたわけですね。で、本当だったら、まあ、人に近いマウスとかで実験したいんですけど、マウスで実験しようとするとどうするかというと、しょっぱいご飯を食べさせるんですよ。しょっぱいご飯って皆さんも食べないじゃないですか。だからマウスも嫌なんですよ。というわけで、食べてくんなくて実験にならないっていうのと、あとは、まあ、陸上生物の経営なので、その高血圧の効果が出るのにすぐ時間がかかってしまうということで、もうちょっと見やすい動物ないだろうかっていうので、うなぎを使いました。で、本当はまあ鮭とかマスとか、うなぎってその鮭とかマスとして淡水と海水両方いける魚なんですけど、まあ、鮭とマスと逆で、海に行って卵を産んで親になると川に戻ってくるっていう生活なんですけど、だから本当は鮭とかマスを使えばいいのですが、なんでそれを使わないかっていうと、シーズンものでなかなか取れないっていうことと、まあ、今はねうなぎは絶滅危惧種で取れないんですけど、当時はまだ、うなぎ屋さんに行ってうなぎくださいって言うと、1匹1000円ぐらいで分けてくれた時代なので、まあ、うなぎはちょっと買いやすかったということと、あと鮭とかマスを飼育しようとするとでっかい水槽と、でっかい低温室が必要だったのですが、うなぎはただポチャッとつけとけば生きているので、まあ、当時は実験しやすかったという感じですね。でちなみに今は淡水と海水両方いけるフグかなっていうフグの仲間で、私の後輩は、こういう実験をしているそうです。それで、どういうことかというと、まあ、なんかそういう血圧調節に関係する遺伝子ないかなって探して、これノザンかな、ノザンプロットっていうどこの組織になるのかっていう見てますけど、どうやら膵臓とか腸にたくさんと、あとは腎臓のところに心の目で見るとバンドがあるような気がするっていう感じのデータを取って、であとは、この FW と SW ってありますけど、これフレッシュウォーターというシーウォーターで、淡水から海水に移した時の遺伝子の量の変化を見てるんですけど、6時間1日2日7日で、まあ、上のコントロールと比べると1日2日とかで、量が増えているので、まあ、淡水から海水で量が増えてるみたいだねと言って、で、まあ、こんなモデルをですね、立てるんですけど、左側が口の方で、右側がお尻の方ですけど、まあ、海水中で水が足りなくなるから水を吸収したいんですよ、うなぎって。なのでこうずっと流れていく と、私が取ったのがこの真ん中ら辺にあるイーサルトって書いてますけど、本当は私学部自体はうなぎの前に恐れ山でイタコで有名な青森県があるのところがあるんですけど、そこに酸性の水があって、私の先輩がその酸性で生きるウグイっていう魚の、研究してたんですよ。だからまあ中里くんがじゃあ陰イオンの硫酸イオンやろうとか言って結構安易に決まったんですけど、でその本当はだから硫酸イオンを通すタンパクを探していたのですが、陰イオンの方はちょっと認識が甘くてですね、この場合は重炭酸イオン HCO3- っていうのをどうやら通すらしいっていうのが分かったんですけど、まあとりあえずその腸の中に HCO3- を出すと、まあ、ご存知のように海水ってカルシウムとかマグネシウムが多いので、そういう二価のイオンと結びついて、通称ケーキっていう白いなんか糞のような沈殿ができるんですね。でそうするとイオン濃度が低くなって水っぽくなるから水が吸収しやすくなりますねっていうのをマスター2年の2月に作って、でも私はその後1ヶ月で卒業したんですけど、あとはよろしくって後輩に託して卒業したちょっと悪い先輩なんですけど、まあこの仕事は私の孫弟子が論文にしてくれて、ちょっともう自分ではハッピーみたいな、まあ、そういうような学生時代を送ってました。で今は何をやってるかというと、先ほどもお話ししたように、DDBJ っていう遺伝系の中にあるデータを集める機関があって、そこで集めた NGS 次世代シーケンサーのデータの検索エンジンを作っているというような仕事をしています。で、今の仕事をちょっとまとめると、こういうツールとかデータのリサイクル事業をやっているという
感じになります。で、まあ、ちょっと長々とお話をしたんですけど、なんでこんな話をしたかっていうと、まあ、あのデータベースって言って、多分前に出てきてるから専門家の人が来たんだろうなって皆さんあの思いかもしれませんけど、昔はどっちかというと皆さんと同じようにあの薬品混ぜ混ぜみたいなことをやっていたので、まあ、あんまりビビらずに、今日のお話を聞いていただけたかなというふうに思っています。というわけで、まあ、やっと本題なんですけど、今日はですね、次世代シーケンサー NGS の、まあ、データベースについて、特に、お話をしたいと思うんですけど、そもそも NGS って何ですかっていうことなんですけど、まあ、あの日本語で書くと次世代シーケンサーとか、新型シーケンサーっていうふうに、まあ、言ったりしますと。で、英語で書くとニュージェネレーションとかネクストジェネレーションシーケンシング、ニュージェネレーションシーケンシングとかネクストジェネレーションシーケンシングの頭を取って、NGS っていうふうに、言っています。で、まあ、機械としては右上の方に、ハイセックとかパックバイオとかいう機械が、並んでますけど、で、まあ、私もねこういうことをやってると、まあ、例えば NGS のデータベースを作りましたって論文を書くわけですよ。で、そうするとあのレビューアーの人からですね、もう今更ニュージェネレーションじゃないでしょっていうふうに、怒られるんですよ。で、まあ、そういう話は確かにその通りでございまして、ただですね、私昆虫採集を趣味なんですけど、ここにありますのが新しい昆虫採集案内っていう本なんですよ。で、これ いつ出たかっていうと昭和46年出版、52年改訂で、私が生まれた頃に出た新しい、昆虫採集案内なんですよ。で、これ以降新しい昆虫採集案内は出てないんですよ。だから40年前なんだけど新しいんですよ。不思議ですよね。で、もうちょっと分かりやすいで言うと、新大阪っていう地があって、大阪っていう地があったわけですよ。で、新幹線ができる時に新大阪ができたんですよ。まあ、そういうので言うと横浜があって新横浜があるとか、山口があって新山口があるみたいな感じなんですけど、ね、あの九州だと新鳥栖っていう地があるんでしたっけ、あのなんですけど、新大阪だからできた時1964年はこんな感じで、今だいたいこの左上の感じなんですけど、これいつまで経っても新大阪なんですよ。だって新大阪より新しい新大阪ないんで新大阪なんですよ。というわけで、いつまで経っても、まあ、NGS は新型シーケンサーとか次世代シーケンサーって、言っています。で、ただまあなんかいろいろそうやって怒られるのでしょうがないから、こうマッシブリーパラレル DNA シーケンシングって、オーソーノン、例えばネクストジェネーションシーケンシング、これ NGS って書いて、毎回 NGS と訳すから、まあ、ずっとこう使いますねっていう感じで、まあ、お茶を濁していると。で、まあ、もしくはハイスループット DNA シーケンシングってい う書き方を、まあ、してるんですけど、このマッシブリーもパラレルもハイスループットも全部次世代とね、あの一緒なんですよ。もうだんだんその圧縮率っていうんですか、その並列度が違うだけで、どんどん技術は古くなるんですけど、まあ、ニュージェネレーションとかネクストジェネレーションはどっちかと許してくれなくて、こうマッシブリーとかパラレルとかハイスループットってつけると、まあ、若干許してくれるというような、まあ、世の中でございます。まあ、こういうのはどうでもいいんですけど、でじゃあ何が次世代かっていうと、それの前のいろんなやり方からすると次世代だったわけで、先ほども言いましたけど、私がウナギとかの遺伝子をクローニングしてたのは、この一番左の前傾移動式っていう76センチかなかなんかのガラス板があって、まあ、その中にゲルを入れて、で2000ボルトぐらい電圧かけて、で一晩流すっていうので、実際に DNA の配列を決めてました。で、これも先ほどお話しましたけど、ゲノムプロジェクトっていうのがあって、それはキャピラリーっていう細いガラス管があって、でそれをそこをやっぱりチューって引きながら レーザー当てて、シーケンスを読むっていうやり方があったわけですね。で、一番左の電気移動式だと大体出てくるのが、1回で1レーンが750で、48レーンあって、でも ACGT 流すから4分の1になってっていうので、大体9000ベースぐらい出ると。で、真ん中のキャピラリ式だとちょっと短くなって、1個1個が500ベースなんだけど、で96レーン読めて、48キロぐらい読めるから、まあ、大体 5倍ぐらいですか、読めると。で、NGS は、まあ、ガラスの板がありますと。で、そこに塩基がこう埋まってるっていうふうに思ってください。で、
1インチずつ伸ばしていって、で伸ばすと光るんですよ。でその光り方の、まあ、なんか波長の違いを持って、まあ、ディテクトするんですけど、だから1インチ伸ばして上からパシャッと写真撮ると。で、また1インチ伸ばしてパシャッと撮る。で、まあ、こうやって何枚か写真を撮って、でここになんかすごいキラキラした写真があるんですけど、一個一個の点に、まあ、なんか変化が埋まってるわけですね。でその埋まってる具合がすごいパラレルなんですよ。パラレルなんですってのもうちょっと、こっちの電気映像とかキャピライトとかと似たような感じで言うと、一個一個の埋まってる塩基はだいたい300ベースぐらいこう伸ばしていってパシャパシャ、だから300枚ぐらい写真撮るわけですね。でただ埋まってる塩基の本数が、25メガだから2500万ですかくらい、すごいたくさん埋まってるんですよ。だから一個一個は例えば300ベースで読める長さは短いんだけど、それが2500万かなくらいの点があるから、一個一個の点をの光り方を見ていくと、その 300×2500 万の本数のその塩基の配列が出てくるので、トータルで15ギガだから、ちょっと今にわかに割り算ができないぐらい、キロメガギガだから100万倍だったのかな、まあ、なんかすごいたくさん出るような感じになったわけですね。なので、この左側は割と何ていうのかな、こんぐらいしかデータが出ないので牧歌的な時代だったんですけど、右側になるとドカッとデータが出てくるので、まあ、今回私なんかがやってきて、こういうすごいたくさん、まあ、例えば100ギガとか、場合によってはテラレぐらいのデータが出てきてしまうから、それをどうやって解析しましょうかっていうような講習会がこうやって開かれるというような中になっています。まあ、原理としては大体こんな感じなんですけど、目的がいろいろあって、NGS って、まあ、機械というかその DNA の配列を決めるっていう手法だから、いろんな目的がで使われてます。しばらく後でグラフも出てくるんですけど、例えばゲノムを決めたい、遺伝子発現を見たい、あとスニップ解析をしたいとか、メタゲノム解析をしたいとか、まあ、いろいろあると。であとは、ゲノム決めたいも例えば人みたいなものから微生物まで、そのゲノムサイズもだいぶ違うと。なのでそれによって必要なスペックっていうのが、スペックっていうのはデータ量ですね。例えば小さいゲノムだったら少ないデータ量で、アッセンブルして微生物のゲノムを組み上げることができるんだけれども、大きいゲノムだったらその分たくさん読まないと組み上げて、ゲノムまで組み上がらないっていうような、仕組みになってます。これ細胞工学の別冊の、ここに持ってきてないかな、持ってきてないかな、次第シーケンスは目的別、これじゃないですね、ま、この細胞工学の別冊のところから取ってるので、これもだん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 ちょっとデータとしては古くなりつつあるんですけど、まあ、なんか全体としてゲノム読みたいだとたくさんデータがいりますよと、あとまあゲノムのサイズがでっかくなるとすればたくさんデータがいりますよ、であとまあ発現だとこのくらいでとか、まあなんかこういう感じの一応資料があったりします。で、あといろんな機械があって、さっき原理で説明したのは300ベースかけることの2500万っていうの並列度っていう話だったんですけど、ものによっては8000ベースとか読めるやつもあります。で、並列度が高いのがこの、縦軸の方で、まあ、例えばハイセックとかノバセックっていうのは、2500万のところはもうちょっとあるのかな、まあ、かなり並列度が高いっていうようなものになっています。で、横軸の方はリードの長さで、例えばハイセックだと300ベースかな、300ベースとかなんですけど、パックバイオとかだと8000ベースとか、読めるというような、格好になっていて、で、微生物とかだったらもうちょっと、スペックの 両方ともスペックの低いマイセックとかいう機械があって、まあ、そのマイセックぐらいでデータが取れますかね、足りますかねっていう感じなんですけど、まあ、今機械をそのものを大学さんとかに入れてることってあんまりだんだんなくなってきたような気もするんですけど、外注のサービスがいろいろあって、
そこで、サンプルを渡すと読んでくれるっていうのがだいぶ普及してきたので、まあ機械をたくさん入れるよりは外注に出すっていう方が今は割と主流かなという気がします。で、後半で喋るんですけど、 NGS のデータの処理って簡単に言うとジグソーパズルなんですよ。小さいピースがたくさんある、たくさんたくさんあって、それをこう一生懸命つながなきゃいけないっていうことなんですけど、だからこの縦軸の方がピース数ですね。で、横軸の方がピースの大きさに当たるわけですよ。で、昔はその小さいピースたくさんあるってつながなきゃいけないっていう、こうハイスペックみたいなのがあったわけですけど、ギャップとかがあって、そのピースの大きさよりも、繰り返し配列とかが大きいと、またげないっていうか、なんかただ繰り返し配列だけあるピースとかできてしまって、それがどこにはまっのかよくわからないっていうことがあるので、そういうのをまたぐでっかいピースが必要だねっていうことで、最近だとそのパックバイオの長いやつと、あとは、各配列部分がたくさん読めるようにハイセックっていうのと、その、もうちょっとパックバイオとハイセックと両方読んで、それを組み合わせてジグソーパズルを解くみたいな、ことがだいぶ主流になってきています。で、じゃあデータベースの今日は話なので、データベースどうなってるかなんですけど、私が学生時代の時の、まあ、2大使うデータベースがこの2つで、1つは PubMed っていう論文を集めたデータベースと、であとは BLAST っていう遺伝子配列があって、データベースと照らし合わせて似たような配列はどれでしょうっていうのを解析する、この2つをやってました。で、じゃあ NGS のあたりはどうなのかっていうのを混ぜこぜにしてこう、表したのがこれ で、で上の方がまあ塩基配列で、まあ、例えば私が学生の時に、うなぎの配列を遺伝子配列で決めましたっていう と、真ん中にあるその、ジェンバクエンブル DDBJ ってありますけど、まあ、NCBI と EBI と DDBJ に登録をするわけですね。でその登録したやつを、まあ、例えば、昔は本当に短い配列しか決められなかったので、まあ、例えば頭だけとか真ん中だけ、お尻だけとかあったわけですよ。でそういうのをこうまとめたのがレフセックっていうのがあって、でそれに、いろんなデータベースのリンクをつけた、アントレジーンっていうのができたりするんですけど、まあ、とりあえずその、塩基配列を決めるとデータベースとしてジェンバークとかに入っていましたと。でそれを検索するのがブラストでしたっていうような仕組みになっています。で文献の方は僕らが論文を書いて出版社に出すと、まあ、それが載って、で出版社からその NCBI にある、まあ、NLM かにある、メドラインっていうデータベースに入って、でそれをデータベース化してくれるので、 PubMed とか、全文読める PMC PubMed セントラルっていうところで論文を探すっていうような、まあ、仕組みになっていると。で実際のその NGS の方も同じ感じで、データベースとしてシーケンスリードアーカイブっていうのがあって、まあ、それに対して検索エンジンがついてますよっていうような仕組みになっています。なのでまあこういうシーケンスリードアーカイブっていう NGS データ用、NGS 用のデータベースがあって、まあ、そこにデータが溜まっていくし、それに対して検索をかけるというような格好になっています。でこの図は先ほども出した図なんですけど、仕組みはこの先ほどお見せしたこの図と全く一緒で、皆さんが、まあ、私でもいいんですけど、次世代シーケンサーでデータを取りましたっていうと、それを NCBI とか EBI とか DDBJ に登録をします。で登録するとこの3つでデータを交換しているので、例えば DDBJ に登録されたものも NCBI で検索できるというような格好で、データが溜まっていきますと。で今日ちょっとお話しするのが、私はこの右下の DBC 列なので、それに対して検索エンジンつけましたよっていうようなお話をします。それで、まあ、NGS のデータがどんどん増えてますよっていうのが、このグラフで、これ縦がですね、実は対数になってるんですけど、今どのくらいかっていうと、数字がたくさん並列してるので、わからないわけですけど、今ここのところに2つ数字が並んでいるのですけど、
皆さんが検索して見られるのはこの下の方で、コンピューターっぽく言うと11ペタ塩基で、もうちょっと普通の言葉で言うと、1基ですね、ここが1000ですよね、100万ですよね、で10億兆で1計1868兆7000何たら億何万いくつみたいな感じになったわけです。で、ここにオープンアクセスベーシスってあるんですけど、で上がトータルベーシスって書いてます。でそれは何かっていうと、次世代シーケンサーを使って、まあ、例えば医療とかの人のデータを取ってしまうと、それは個人情報とかになってしまうんですよ。だから、個人情報がたどれてしまうようなデータっていうのはある程度クローズになっていて、まあ、例えば使いたいですって申請をして通った人だけが見られるっていうようなことになったわけですね。でも、まあ、そういう個人情報とは結びつかないやつはもう世界中に公開されているので、そういう個人情報付きのやつが上で、トータルベーシスですね。で、普通に見られるのはこの下の方のオープンアクセスベーシスっていうふうになっています。で、今日は多分農学部系だからあまり関係はないかもしれないですが、一応日本でも個人情報付きのコントロールドアクセスって言いますけど、集める仕組みがあって、それは JST の中の、まあ、NBDC ですね、今日 あのこの講習会の主催の方で、まあ、一応受付とかの取りまとめをやっています。集める方は DDBG にデータがあるんですけど、そういうなんかライセンス関係は、JST の方でやっていて、データ自体はこの DDBJ の中の JGA ジャパニーズジェノタイプフェノタイプアーカイブっていうところに入るようになっています。でもしこのデータを使いたいっていう場合は、あとは登録したいっていう場合はこの NBDC の人データベースっていうのがあって、ここに、まあ、ご相談するということになっています。でじゃあその SRA の検索をやっていこうということなんですけど、まあ、もしご興味があるんでしたら、皆さんもぜひ一緒にやっていただけたらと思うんですけど、ですね、先ほどここでお示ししたように NCBI と EBI と DDBJ で NGS のデータ集めてるんですよ。だから検索エンジンも NCBI と EBI と DDBJ があるんですよ。別にどこ行ってもいいんです。まあ、例えば NCBI SRA ってやると、NCBI のが出るし、 EBI、SRA ってやると EBI のが出るし、 DDBJ SRA ってやると DDBJ のが出ます。で今、とりあえず、お示しだけするんですけど、まず NCBI で検索するとこんな感じです、まあ、こんな感じですって言ったってなんか何が何やらという感じかもしれませんが、せっかくだからちょっとやってみようかな。 NCBI SRA ってやってやると一番上にこう出るので、どうしようかな。ちょっとなんかあまりいい例が思い浮かばないですけど、まあ、例えばちょっと医学部とかでやるときはキャンサーとかで引いたりをしたりしますけど、まあ、そうすると NCBI ってだいたいこんな感じのね、ただリストがバーッと出てくるみたいな感じで、でなんとなくこうクリックしたりするとさっきのような感じで、一応内容だけどんなことが書いてあるのかだけご説明すると、まあ、タイトルがあってですね、どんな実験しましたっていうのがあって、あとはどんな生物を使ったとか、あと機械でイルミナ、この場合だったらハイセックの3000かなっていうのを使いましたとか、あとはちょっと難しいんですけど、NGS のジグソーパズルとかするのに、まあ、データを取るのに片側だけ読むシングルっていうのと、あとこう
例えば長い塩基の 端っこだけ読むフェアエンドっていうやり方があるんですけど、それがどういうふうに、やりましたかとか、そういうのが、まあ、見れたりするという格好になってます。で、まあ、とりあえず今ご紹介だけしますけど、で、EBI の方は出るか、あ、出ますね。例えば EBI-SRA ってやると、まあ、こんな感じで出て、でここになんか検索をするのですが、やるときはこのアドバンストサーチっていうところを開かなきゃいけなくて、まあ、なんかこのスタディとか、この辺の話は後でやるんですけど、まあ、例えばスタディとかリードっていうのをやって、ここに入るのかな、入らないかな、まあ、今検索したことにしましょう。そうするとこんな感じで出て、まあ、中のデータがこう表形式で出てきて、こんなデータがあって、こんなデータがあって、例えばイルミナのゲノムアナライザーを使いましたよとか、シングルエンドですよとかで、データはこの辺から取れますよみたいなのがこう表形式で出ます。じゃあ DDBJ の方どうかっていうと、 DDBJ の DJ の SRA ってやると、一番上に出てきまして、サーチってやって、アクセッションキーワードかな、例えばキャンサーってやってピッて検索すると、まあ、出ると、まあ、こうなんか表形式で出るんですけど、まあ、ここはちょっとおまじないなんですけど、ドキュメントタイプっていうのがあって、ここでスタディっていうのを押すと表示がきれいになります。で、押すと、どんな感じの実験をして、で、これなんだ。あ、こっちか。タイトルがここにあって、でどんな生物を使って、でいつぐらいに出てっていうのがこう書かれていて、で、ごめんなさい、アクセッション番号のところをクリックだったってやると、こんな感じで、こういうタイトルで実験しましたようで、こんな内容でございましてっていうのが書いてあって、でこうなんか色記述されて、で右側のところに実際のデータがあって、ファスト Q っていうのと SRA っていうのがあって、これフォーマットの違いなんですけど、まあ、慣れるとどっちを使いたいのかによってクリックは仕分けるわけですけど、ここをうっかりポチって してしまうと何十ギガとか何百ギガのダウンロードが始まるので、まあ、とりあえず今日はこんぐらいにしといて、でまあ、なんかこんな感じのデータになってますよっていう風になるわけですね。これとは別に私たちが作っているので、この DBC レースの SRA っていうのがあって、ちょっと今開発中で、将来的にこれのインターフェースで DDBJ の方を置き換えることになってるんですけど、 DBCLS の SRA っていうと、ちょっと今開発中なのでドキドキしながらクリックしますけど、これで SRA ですね、はい、で例えばキャンサーとかでやって言ってやると、こんな感じで出て、どれにしますかっていう感じで、まあ、例えばどうか一番上をクリックすると、まあ、中身のデータがこう見れるっていうような感じになっていて、でここの SRA とか FASTQ っていうところをクリックすると、まあ、実際のダウンロードが始まりますっていうような感じになってるんですけど、よいしょ、
今こうやって私が検索してるのを見て一体この人は何をやってるんだろうっていうぐらいこうごちゃごちゃっとしてるなっていう感じを多分皆さん受けてるだろうなっていうのをなんとなく分かるんですけど、この NGS のデータの検索とかするときにはデータの構造をですねちょっと分かっていないと検索できないところがありまして、NGS のデータっていうのはそのさっき言った遺伝機械で出てきた、塩基配列のデータにプラスしてその実験情報メタデータって呼ばれるものをくっつけて登録をします。まあ、例えばその遺伝子塩基配列だけ見てこれはマウスだなとかいうのは分かんないわけですよ。だから実験情報としてこれはマウスのデータですよとか、イルミナの配色を使いましたよっていうようなことを登録の時には書くんですね。でそれに対してまあ検索をするわけですけど、でその登録の箱が、スタディっていうのとエクスペリメントっていうのと、まあ、サンプルアナリシスランっていうふうに、まあ、あとサブミッションっていう6つの、サブタイプっていうのかなに、分かれてます。で、どういう感じで登録されているかっていうと、どうしようかな、まあ、例えば1000種類の昆虫のゲノムを決めたいみたいなことを、まあ、思ったとします。そうするとこの左上のスタディというところに1000種類昆虫ゲノム決めるぞプロジェクトっていう1個スタディプロジェクトが立つんですね。で、私たちはこれこれこういう感じで、昆虫ゲノムを決めるプロジェクトをやりますとかやりましたっていうような、情報が、まあ、左上のスタディというところに入ります。で真ん中にエクスペリメントってあるんですよ。これは実際に読んだもので、まあ、例えばアブラムシ、このアブラムシのゲノムを読んだ時の実験条件、例えばイルミナ配色を使ったとか、シングルエンドとかペアエンドとか、そういうのがこの真ん中のエクスペリメントに書きます。で右上にサンプルってあるわけですけど、そのアブラムシの、情報ですね、まあ、学名が何だとか、もしかしたらどっかで捕まえたアブラムシ、まあ、例えば、宮崎で捕まえたアブラムシですとかね、もしかしたら北海道と宮崎と近くかもしれないので、まあ、同じアブラムシだけど北海道で捕まえたものとかいうのがこう右上に書かれます。まあ、大体この3つぐらいでほぼほぼ各情報は網羅されて、まあ、あとはちょっとおまけみたいな感じなんですけど、ってことは検索しようとすると皆さんはじゃあ何を検索したいですかっていうと、どんなプロジェクトがあったのかっていうのを検索したいっていうことが、多いと思うんですよ。なのでこの画面変えちゃったかな、これの前かな、とりあえず例えば今、キャンサーとかで検索するとここにサンプル、スタディ、サブミッション、エクスペリメント、ラン、アナリシスって出てきますけど、とりあえず、まあ、例えば、昆虫のゲノムを決めるようなデータないかなって言って探すわけだから、そういう時にはここのスタディっていうのをポチッとするとそれでデータが絞り込まれると。で、これの前のこれ NCBI の、まあ、インターフェースで、あ、そうですか、こっちの方でやらなきゃいけないかな、そういう目でもう一回これを見てもらうと、 NCBI でピッてなんか検索するとさっきのスタディもエクスペリメントもサンプルも全部ただただ羅列される結果が返ってくるんですね。この辺のペインとかこの辺のあたりでいろんな絞り込みはできるわけですけど、ここに出てくるのはただただ引っかかったものが単純に羅列されるので、まあ、例えばこの1番目と2番目と同じこと書いてあるのに何が違うんだろうとかいうのは、まあ、例えば読んだ生物が違うとか読んだシーケンサーが違うとかいうことで、まあ、違うんですけど、だからこの中からスタディを自分で目の子で探さなきゃいけないというちょっと難しい作業が、あったりします。で、EBI の方はですね、ここじゃないや、検索されるとこういう表形式になって、まあ、これは今1個のプロジェクトについて見てるわけですけど、その中身が、例えば生物が違うのか
シーケンサーが違うのかっていうのが指標形式になっているので、まあ、これはこれですごく分かりやすいんですけど、 EBI は検索に入っていくのが難しい。うまくいくとこういう結果が出るんだけど、そこにこのページにたどり着くまでがちょっと難しいと。で、まあ、やっぱり、きれいにできているのはこっちの DDBJ とか、あとまあ私らが作ってるこっちの、DBC レス SRA の方を、まあ、なるべくみんなが使ってくれるようになんないかなと思ってるんですけど、そういう意味では、まあ、DDBJ とか、僕らのが、作ってるのが、まあ皆さんのお気持ち次第ですけど割と使いやすいんではないかなっていうふうに、思っているので、まあ、こちらの DDBJ とか DDBJ とかこっちの私たちの作っている DBCS SRA を、まあ、お使いいただけると多少は楽になってるんじゃないかなっていうふうに思います。少なくとも DDBJ とあと僕らの方かな、もうかな、統合テレビで、検索の仕方みたいなのがムービーがあるはずなので、まあ後で確認していただければというふうに思ってます。あ、そうそう、それで、このスタディとかエクスペリメントとかサンプルっていうのがあるんですけど、最近さらにちょっとややこしくなっていて、遺伝子発現のデータだと前はマイクロアレイっていうのがあって、だからマイクロアレイのデータも同じようにあったわけですよ。でマイクロアレイのデータはこのジーンエクスプレッションユニバースっていう GEO っていうデータベースがあって、そこにもともと入ってたんですね。で、それと次元が違う形で次世代シーケンサーのデータベースっていうので SRA っていうのがあって、じゃあ遺伝子発現のデータはどっちに入るんですかっていうことになったので、両方入ることになったんですよ。まずこの SRA にデータが入って、それがゲオの方に送られる、あ、逆かな、ゲオに入ってこっちかな、まあまあとりあえず、両方にデータが入ることになったので、検索するときは両方見なきゃいけなくなったんですよ。で、めんどくさいじゃないですか。で、めんどくさいので今言ったそのプロジェクトのデータは上にあるバイオプロジェクトっていうところに外出しされて、だからもともとさ、このこれでお見せしたこの図がここのピンクのところですけど、そのうちのこのスタディのところが外出しされてバイオプロジェクトっていう、まあ別のデータベースになってます。で、同様にこのサンプル情報も外出しされてバイオサンプルっていうサンプル情報だけのデータベースができていて、まあその使う分にはこの SRA とかの世界だけで閉じているので、まああんまりそのあたりは意識しないで済むんですけど、だからだん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 プロジェクトを検査するときはこのバイオプロジェクトをまあ眺めましょうねっていうのをこう僕らとしてもですね、ユーザーに意識させない感じでこっちを検索するみたいな、検索エンジンをまあ作っているところです。で、今お聞きのようになかなか NGS、まあ、SRA の検索は辛くてですね、どう辛いかっていうと、まあ、目的が多種多様で、これもさっき言いましたけど、例えばゲノムとか発現解析とかエピゲノム、メタゲノムっていろいろ多様な使い方があるわけですね。で、あとその生物値も多種多様で、人とかマウスとかメタゲノムとか微生物とかあって、で今言ったように、まあ、データベースの構造で、まあ、難しいっていう、まあ、いろんな次元があってですね、それで、一応そういうのをなるべく、なるべくあのユーザーさんに楽してもらうために、例えば僕らの DBCLS SRA の方では、まあ、あのこれ置き換えるのに今 DDBJ って書いてますけど、置き換える、はい、のでこうなってますけど、例えばここに目的別のグラフとかがあって、で、ゲノムはこの青とか、遺伝子発現はオレンジとか、これ何かないう感じでなってるので、例えばここを今動くかな、ポチってすると、まあ、ゲノムだけに絞れたりとか、まあ例えばメタキーワードでやっちゃうとメタゲノムのやつと、例えばスニップ解析のとごちゃ混ぜに入ってきちゃうわけですよ。だから
自分は例えばメタゲノムで見たいんだよって言って目的別に絞るとか、あと生物種で絞るとか、シーケンサーで絞るとか、そういうのがこれでできるように今、直しているところです。はい、で、まあ、簡単に言うとですね、金曜日の夜とかに、いや1週間終わったなとか思うと、こうちょっとお酒飲みたくなるじゃないですか。で、私はあまりワイン詳しくないんですけど、こうやって行くと、ワインがたくさんありますよって勧められるわけですよ。で、どれにするって店の人に聞かれても、全部赤ワインだったら赤色してるじゃないですか。で、分かんないわけですよ。で、どうしようかなっていう時に、まあ、例えば、どれがいいかな。ブドウの品種だと、例えばピノノワールですよとか、あとなんだっけ、カベルネソーヴィニオンとかですよとか、ベリエですよとか、なんかいろいろブドウの種類があったりするわけですよね。で、あとはその、フランスのワインがあるとか、国内産とかがあって、まあ、あとその、何年に醸造されたとかいうデータが、この1個のワインに対してついてるわけですよね。で、NGS のデータも一緒で、実際のだから配列そのものはこの赤い 色した感じでものとしてあるんだけど、それに対してこういう実験条件としてワインの例でいうとブドウの品種とかその生産地とかがあるので、で検索するときっていうのはこっちの左側のこのワインに付けられた条件でもって検索をするわけで、だから皆さんはですね、配列を検索したいときもこういう感じで検索しなきゃいけないので、だからこの辺がしっかりしていると検索もしやすいという感じで、で、まあ、例えばワインをただ検索してて自分は赤ワイン飲みたいのに白ワインが混じると辛いから、じゃあワインのタイプとして赤ワインだけに絞るとかロゼだけにするとかいう検索がちゃんとうまくいくように、まあ、僕らもちょっと工夫してますっていうような、お話になっています。で、これはまあその分かる、そのものに対してそれにつけられた条件がいろいろ分かるときはこうなんていうのかな、こういう感じで検索するわけですけど、まあ店に行ったらね、こう赤で重くないやつみたいなざっくりとか質問もあって、で、今回のその NGS に関しても、中身そのものに対してクオリティチェックみたいなのをかけていて、まあ、この後話すんですけど、NGS のあまりクオリティが良くないやつはちゃんと足切りをして、出ないような、設定みたいなのもしているところです。で、もうちょっとこの辺の話すると、統計として今どんな感じのトレンドになってるのかっていうのを示したのがこの図で、この水色がトータルなりちょっと見にくいんで、これちょっと昔のバージョンの SRA だったらこのグラフが出たのですが、今はちょっと出ないので、ここの画面でお見せするだけになってしまうんですけど、中身としてはですね、トータルでだいたいプロジェクトの数で20万かな、ここぐらいあって、で、アーサー、ホールゲノム、メタゲノム、トランスクリプトームアナリシス、なんとかかんとか、APJ がここでっていうような順番になってます。で、グラフだとこれで、ちょっと出るんですけど、ちょっと今見にくいからトータル消しまして、で、これこのなんかキュッて伸びてるやつはアザーだからこいつも消してしまって、で、この青いラインですね、この青いラインがホールゲノムですね。で、このちょっと濃いめのライン、これは発現解析でトランスクリプトームのとこで、で、この緑のラインがメタゲノムになってます。で、長らくホールゲノム遺伝子発現解析の、トランスクリプトームメタゲノムっていう順番だったんですよ。2017年ぐらいこの辺をずっとなんですけど、最近このメタゲノムが急速に伸びてきてとうとう2位に躍り出てしまいましたという状況になってます。で、シーケンサーの方もこういうふうになっていて、今順番で言うとマイセック、ハイセック2000、ハイセック2500、ネクストセック500みたいな順番になってます。これもなんかここでジャンプアップしてて、
原因がちょっと分かんないんですけど、ちょっとこの時にこのシステムが、この今お見せしている SRA のシステムが、あまりにデータが増えて、これウィークリーで更新してたんですよ、データを。そしたら更新作業が1週間で終わんないくって、次のが始まってしまって、なんかデータベースが上書きされてデータがぐちゃぐちゃになったっていう時期があったんですけど、でそれがここのなんかちょっとジャンプアップしてる時期 でその後ちょっと別のやり方で、計算量を減らす形で回収してるので、もしかしたらここで計算方法が変わってるのかもしれないし、実際にこうやって増えてるのかもしれないですけど、とりあえず今は、こういう順番になってまして、これも、ここの初期は、イルミナ GA2 っていう、これかな、ゲノムアナライザー2っていうのが1位を保っていて、でその後このハイセック2000っていうのが、これかな、これがハイセック2000で、もうハイセック2000ばやりだよねって言ってたら、なんか最近はマイセックが追い上げてきて、どん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 追い上げてきて、これをちょっと1年とかにすればいいのかな、とうとうこのマイセックがハイセック2500を追い越してしまいましたみたいな時代になってます。まあそのもともとハイセックの2000って、もう枯れた技術で、イルミナもサポートしなくなって、どんどんどん後継機種に移ってきたので、まあ当然といえば当然なんですけど、で今はこのネクストセックとかノバセックとか、こっちからハイセック X10 っていうのかな、なんか最近のやつがだいぶ増えてきて、まあ、当然このグラフもどん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 様変わりしていくと、だからなんか機械の栄枯盛衰を見ているようなグラフがここにこう出てるわけですけど、下の方に行くと、もうなんか機械の長さが、種類がすごいたくさん増えてしまったのですが、どこ行ったかな、まあ、昔はそのハイセック2000がもうみんなハイセック2000ばっか使ってたんですけど、最近はそのイルミナも新しい機械が出してきましたし、あとパックバイオのデータを割とみんな取るようになってきたので、パックバイオのランクはだいぶ上がってきましたし、あとポータブルのやつでオックスフォードナノポアのミナイオンっていうのが、こんななんか USB のスティック、USB スティックのバケって言ったらあれかな、ちょうどなんかこのマイクのこういう飛ばす機械とか、あとはその、Wi-Fi ルーターとか、なんかあんな感じの大きさのでパソコンにピッとつないでシーケンスできちゃうみたいなのが、まあ、だんだん増えてきて、それがだんだんこうデータも増えてきて、まあ、ランクが上がっていってるみたいな、感じの状況でございます。はい、機器別で、であと今ちょっと実装中なんですけど、データを、まあ、NGS でデータを出したらば、それに対してそのデータを使った論文っていうのが出るので、その論文から、実際のデータをたどれるっていうような、ものも今ちょっと、前は公開してたんですけど、ちょっと今お休み中なのでちゃんとメンテして、今年ぐらいにはまた復活させたいなっていうふうに思ってます。であとは、逆にその今日はだからデータベースのお話なんですけど、世の中にあるデータを使って皆さんが論文を書いてもいいんですよ。まあ、例えばちょっと医学部寄りの話になっちゃいますけど、自分は例えば胃がんのデータを持ってましたと。でも、まあ、例えば大腸がんのデータと比較したいなっていう時に、大腸がんのやるお金はないとかいう時に、世の中の大腸がんのデータを持ってきて自分の胃がんのデータと比較をして、で、論文を書くっていうのも全然ありなわけです。でそういう時には、私はこのデータを使いましたよっていうアクセッション番号ですね、この場合だったら DRA005094 って赤線が引いてあるところですけど、大腸がんのデータは SRA から持ってきましてこの番号でございますと。で自分は胃がんのデータを持っているので、それと比較をして、まあ、例えばいろんな胃がんスペシフィックな遺伝子を見つけました
っていうようなことをやっても全然大丈夫です。でそういう時には一応、このデータを使いましたっていうふうに書くと、まあ、ちゃんとリスペクトもされるので、これがまあ正しい使い方になりますので、まあ、せっかくなのでどんどん使ってもらえればと思ってます。あとはこの辺はちょっと後にしようかな。これもちょっと今実装中でございますが、これなんだっけ、今からちょっと変なこと言うんですけど、例えば稲のデータを検索したいなっていう時には稲って入れるんですけど、そうするとオリザサティバしか出ない。オリザサティバって入れたらオリザサティバしか出ないんですよ。ちょっと今変なこと言いましたけど、もうちょっと種明かしをすると、例えばイネってやるとインディカとジャポニカってあるわけですよ。でもオリザサティバって入れるとインディカとかジャポニカとかくっついてるやつはコンピューターって愚直だから出してこないんですよ。で、一応その生物種の構造のツリーみたいなの持っていて、下も見てねっていうふうにやると出るんですけど、そうやってなんか下も見てねっていうチェックボックスって意外とついてなくて、というわけで、まあ、今回つけて、検索できるような仕組みをある程度作ったので、今ちょっとまだ消してるんですけど、まあ、今年中にはさらに、ちゃんと復活させる予定です。なので、今これはイネでオリザサティバで検索をしてるわけですけど、下も見てねっていうチェックボックスがあって、そこにチェックを入れてます。でそうするとイネそのものと、だからインディカとかジャポニカとかわからないものも出てくるし、インディカ出ます、ジャポニカ出ます、掛け合わせたやつ出ますっていう感じになってます。で、これも意外とないんですけど、野生種と比較したいとかいうときに1個上とかにこう来たわけですよ。で、今日は皆さんどっちかというと農学部系っていうふうにお聞きしてるんですけど、そうすると結構マイナーな生物を扱われてる方って多分いると思うんですよ。だから自分が扱ってる生物の学名でも出ないんですよ。で出ないから、じゃあ種名を削って属名だけにしました。まあ、じゃあ例えば、アゲハチョウパピリオズーダスとかで検索すると、まあ、本当あるんだけど、まあ、仮に5件ぐらいでしたとしましょうと。でじゃあ種名を削ってパピリオ属だとどうかなってやると、まあ、ちょっと15件ぐらいになったと。もうちょっと欲しいなと思って、じゃあその上のアゲハチョウ科だとどうかなとか、臨死目だとどうかなとか、昆虫全体だとどうかなっていうのがあると便利だろうなということで、今ここにオリザサティバってあって、でこの左のところにオリザって書いてあるんですけど、ここをポチッとすると1個、そういうだから目科属種あと亜種とかのこういうレベルでいうと1個上1個上っていうふうに、行くような検索もちょっと前は提供してたんですけど、今ちょっとお休み中なので、これも今年度中に復帰をさせる予定になっています。でじゃあ実際の解析がどうなのかっていう話をちょっと触れたいと思います。先に参考図書をご紹介しますけど、まず1冊目がこの次世代シーケンス解析スタンダードっていう本が出てます。でこれは実際のそのサンプル調整のところから書いてあって、どんなふうにサンプル調整して、2014年とかですね、もう5年前のやつですけど、どんなふうにサンプル調整して、とか、あと若干のデータ解析について述べた本です。今ちょっと読み上げますけど、メディカルシーケンスとかエピゲトランスクリプトームで、あと環境進化生物資源とかで、まあ、メタゲノム解析もありますし、あとは、ゲノムの分かってない遺伝、生物の遺伝子発現を見るなんてことも載っている本です。で次2番目で2番目はデータ解析に特化した本で、次世代シーケンサードライ解析教本っていう本になってます。でこれは今 PDF が
これあの自分でスキャンしたやつなんですけどあって、で中身がですね、まあ、例えばこれ大桃さんという方が書いて発言解析で、概略としてこういう感じで、まあ、例えば R のインストールとかターミナルの起動とかいうのが書いてあって、で中にこんな呪文で、まあ、本当はコマンドって言うんですけど、こんな呪文で解析をしますよっていうのが書かれています。インストールはこういう呪文でインストールされますよみたいなのが書いてあります。ただ残念なのは、当時はですね、当時はっていうのもこれも5年前だったかな、2015年、特にこの発言解析のところは、トップハットっていうツールを使ってるんですけど、もうトップハットは古すぎて使いません。この後紹介しますけど、ハイサット2とか、いうツールを使うので、だからこれに従って、やるとちょっと古いんですけど、だからブログとかの記事を探さなきゃいけないのですが、まあ、なんかこういう本はあります。でこの本の画期的なのは、まあ、例えばこの今大桃さんが出てますけど、この場合は、大桃さんの奥様に初心者に、ちょっとやってみろと言って、初心者にやらせているレポートが載っていることです。だから最初の方は、1日目手順書を読んでも理解不能、意味が全然わからない、まあ、当たり前ですね、初心者だから。で、理解不能、意味が全くわからないっていう奥様にスパルタでやらせて、とりあえずなんか旦那さんのね、書いてあることを文字通り打つんだけど動かねえじゃねえかって言ったら、はいその通りでした、私が間違えてましたっていうことも若干ありつつ、まあなんかなんとか進んだとかいうことがこうレポートとしてあります。だから各章こんな手なんです。で、他の例えば再現レポートどうなってるかというと、これは何だな、学生にやらせましたっていうパターンですね。この方は割とお出来になったのではないだろうか。ちょっと飛ばしますけど。で、あとは、自分のボスにやらせてみたみたいな。まあ、この五十嵐先生は割とノリノリの方なので、自分でやっちゃう感じなんですけど、得てして、ラボの教授さんっていうのはパソコンが苦手でみたいな感じなんですけど、そういうちょっと苦手そうな人にやらせてみたいなのがあったりとか、であとちょっと飛ばして、挙句の果てには、編集者がやってみたみたいなのがこの辺に、はい、編集者5枚もやれって言われてとうとうやっちゃいましたみたいなのが、こうやってあったりします。で話戻ると、だからここにはいろんな、ちょっとご紹介しますけど、この後紹介するんですけど、いろんな呪文が出てきます。コマのジグソーパズルを解くための呪文が出てくるんですけど、私には分からないと言わせないっていう、その再現レポートがくっついてるので、一応これを読むと、できることになってます。で、本当はこれをやるためにはなかなか環境の構築とかしなきゃいけないんですけど、それは、これ私の同僚のボーノってのがいて、ドクターボーノの生命科学データ解析っていう本が、あって、前半はそのバイオインフォマティクスとかデータの歴史みたいなのがあって、で後半にどうやって取り扱うのかっていう簡単な呪文から始まるみたいな、まあユニックスの使い方って言うんですけど、そのあたりから始まって、だん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 今日ちょっと紹介する長ったらしい、呪文まで、網羅したのがあります。この今お見せしている本は、皆さんみたいな生命科学が分かっている方向けのデータ解析のものなんですけど、情報系の人に向けた、生物情報の解析の本とか、なんかいろいろ頼まれて、最近ちょっと執筆業もしているので、この坊野秀政で検索すると、いくつか本があるので、ちょっとまあ例えば
図書館に入っていると多分、まあ、ベストだと思うんですけど、眺めてもらって、でこれだったらちょっとやってみようかなっていう本から、まあ、見ていただければなっていうふうに、思ってます。それで戻りますけど、解析の全体の流れはこんな感じで、まあ右上みたいに自分でデータを取りましたっていう場合と、あとその今日お話ししたみたいに左上のデータベースから検索してダウンロードしてきましたっていうような話があります。で、まあ、どっちにしろクオリティチェックをしまして、でデノブアッセンブルっていう、下絵なしジグソーパズルですね。普通ジグソーパズルってこう見本の絵があるじゃないですか。見本の絵が、この場合見本の絵っていうのはゲノム配列なんですよ。ゲノム配列に対してゲノムのこの辺だなって言ってピッてこう置くジグソーパズルをしていくわけですけど、そういう下絵ありの時はマッピングって言います。で、下絵なしでゲノムわからない、ただただ端っこの ACGT の並びだけ見て、うん、これとこれは一緒っぽいな、ピッてくっつけてみようかみたいなのはデノブアッセンブルって言います。まあ、とりあえずそのデノブでやるかマッピングでやるかで、あとまあゲノムを決める、発現量解析する、スニップ解析するっていうような、流れになってます。で、じゃあいろんなツールがあるんですけど、クオリティチェックスなファスト QC っていう、まあ、プログラムがあります。で、最近はこの、まあ、デノボでやるのはなかなか大変なのでちょっと手出ししづらいんですけど、マッピングの方だとゲノムに、マップするときは、昔はっていうのはそのさっきのこの、ドライボンでいうと、トップハットっていうのを使ってたんですけど、最近だとハイサット2っていうのを、まあ、使ってます。であと、スニップ検出とかの場合は1塩基のズレが結構重要なので、そういう時は BWA っていうもうちょっと時間がかかるけど精度の高いツールを使います。で、昔はですね、マッピングする時はゲノムにしかマッピングできなかったんですけど、最近はトランスクリプトのセットがあればそれに対してマッピングするっていうツールが出てきて、だからこのデノボアッセンブルとこのマッピングのちょうど真ん中くらいなんですけど、CDNA の配列を与えてやって、それに対してマッピングをするっていうツールがあって、それがカリストっていうのとサーモンっていうのがあります。で、あとは、発現量の解析をやるんだけど、トランスクリプトだけ作るみたいな、やっぱりこのデノボとマッピングの真ん中くらいのツールがあって、それはトリニティっていうツールがあります。なので、まあ、ちょっと皆さんは多分マイナーな生物をお使いなのかな。で、そうすると、ラッキーなことに CDNA とかがある場合はカリストサーモンを使うと。で、そういうのがないときはトリニティを使うっていうような感じになっています。で、じゃあどういうところからスタートかっていうと、自分でデータを取りましたでもそうですし、あと、ダウンロードでもいいんですけど、ファスト Q フォーマットっていうフォーマットになってます。で、これは4行1組。のデータがたくさんこうつながってる。だからさっき、ハイセックとかだと300ベースの2500万並列度っていう話をしたので、この2行目が塩基配列なんですけど、この長さがだいたい300あって、でこの4行ペアが2500万セットあるっていうような、ものになってるんですけど、この4行1セットで、まず1行目がタイトルですね。アットマークがあって、この DRR001107 っていうのが、まあこの配列の ID があって、まあ別に後ろにいろいろつけてもいいんですよ。まあ1番、2番で勝手につけてもいいんです。で、2行目が塩基配列で、よく見ると確かに ACGT に、なってます。で、3行目はどうでもいいんです。で、4行目がシーケンスのクオリティで、どれがいいかな。これファスト QC っていうのをかけた結果なんですけど、PCR と一緒でだん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 長くやっていくと酵素がへたるんでクオリティ下がるんですよ。なのでそのクオリティ度をこのなんか不思議な A とか C とか、あとなんかこの辺に記号が出てきますけど、それで、表しています。で、本当はどのくらいいいのかっていうのは10の何乗みたいな感じで、指数で表すんですけど、そのクオリティが桁数を取ってしまうから、まあ、例えば10のマイナス34乗ぐらいのクオリティの時はこの文字を使いましょうっていうような、マッピングの図があるので、
まあ、それでこの文字で表しているということなんですけど、だから基本的に皆さんはこれを眺める必要なくて、ファスト QC みたいなクオリティチェックのプログラムピャーって流すだけなんですけど、もし仮に興味があるときは、まあ、なんていうのかな、こういうアルファベットとかのときは基本的にはいい、クオリティがいいやつです。で、あとその記号とかになってくると、まあ、クオリティが悪いやつです。で、ちょっと直感的じゃないので、ファスト Q の絵文字ってやると、ファスト Q の今のクオリティのやつを、絵文字で表しましたっていうのがあって、この辺がいいやつね。ちょっとウキウキしてますよね、顔がね。で、この39っていうのが指数の肩につくやつで、本当はこうやって書きたいやつです。で、今、私がスライドでお見せした、なんか A とか B とか書いてあったのはこの真ん中です。だからこういうアルファベットが書いてるときはいいやつですね。で、だんだん悪くなると記号になってくるんですけど、だんだん顔がつまんなくなってきますよね。で、だんだんこう、泣いたり悪魔が出てきたりクソみたいなデータみたいな感じでこう出てくるわけですよ。なんかこういうびっくりマークとか出てくると、もうこんなの使うなっていう感じのものになっていて、で、これだとちょっと細かすぎるので、ざっくりで言うとこういう感じでなってたりとかいうのがあるので、もし詳しく見たいときはこれを使うと、まあ理解は深まるかなという感じの、まあ、ファスト級フォーマットでした。で、ちなみに皆さんが多分ご存知なのはこのファスタフォーマットっていう配列を、記述するフォーマットで、これは三角括弧にタイトル書いて下に配列をバッと書くっていうような、ものですけど、これをまあ文字ってっていうのかな、クオリティもつけたっていうのでファスト級フォーマットっていうのが NGS のフォーマットになっています。で、実際のクオリティチェックはファスト QC っていうのを例えばかけて、こういうコマンドは後で使うときにどっかからコピーしてくればいいんです。今雰囲気をつかめばいいんですけど、ファスト QC で、まあ、なんかおまじないつけてこいつに対して、クオリティチェックしなさいねみたいなことが書いてます。で、クオリティチェックをするさらに次のステップはそういうクオリティが悪いところの足切りをするんですけど、それはトリムガロアっていうようなプログラムがあって、ここのトリムガロアっていうのが、まあなんかメインの呪文の名前ですね。で、この後ろがオプションなんですけど、まあ例えばイレミナのデータですよとか、ここに出してねとか、解析する対象はこいつと、こいつねっていうようなことをまあ指定するというような感じです。こういうのはまあ後でコピペすればいいんです。で、ちゃんとなんかこういうふうに解析してみた、見たっていうのがブログに上がってたりとかするので、まあそれをコピペしてやればできるようになります。私もこれ全部覚えてるわけじゃないんです。最初のそのトリムガロアを使うんだったよなぐらいは覚えてるんだけど、その後ろのペアードとかイルミナとかそういうのは全部忘れるので、自分もネタ帳があって使うときはそこからコピペしてるんです。なのでまあこの辺はなんとなくこんな感じだよなっていうこのフローと、ファスト QC とかトリムガロアとかそういうコマンドだけ覚えておいて、あとのオプションは後で調べれば大丈夫です。で、検索するとこんな感じになって、で、なります。それで、あれ、ないな。あれ、なんか、1枚飛ばしてるな。ちょっとスライドが1枚飛んじゃったんですけど、マッピングするやつが、だから、この場合だと、HiSAT2 っていうのが、これかな。HiSAT2 とかいう、のがあって、そうですね、あとはこの、カリストとかサーモンとかもそうなんですけど、
マッピングするとどういうデータが出るのかっていうのがこの SAM とか BAM っていうフォーマットで、これがだからマッピングされた炎のファスト Q の、 あの名前として書かれたやつが、ここですね。でマップした先がこの辺に書かれていて、南蛮染色体のどの塩基のどっち向きにマップされましたとかいうのがこうやって書かれているようなフォーマットが出ます。で、その配列がこんな感じ でクオリティがこんな感じでっていうような、フォーマットがあります。でこれはどこの部分かっていうと、このマッピングした後ですね、ここに SAM とか BAM ってありますけど、こういうフォーマットがこういうのを書けると、出るようになっていて、でこの後定量すると、定量は今ないかな、定量して、どこの部分がどのくらい発現があったかっていうような解析をするわけですけど、その辺を可視化するのが IGV っていうのがあって、こういう領域のなんかこの辺にマップされて、ちょっとこのスライド見にくいですけど、ここになんかちょっとピークがありますよね。でこれはこんだけもともと読んだ NGS で出てきたリードがマップされてますよっていうその高さを表してるんですけど、だからこの場合だとこの青いバーのところに遺伝子があるので、この遺伝子のところのどうやら発現が高いなとかいうことが出ます。で発現解析したいときはこの遺伝子に対してこの山の高さがどんぐらいでしたみたいな、TPM とか RPKM とか、単位長さあたりの発現量っていうのを出して、で増えた減ったみたいな、解析をするというような感じになっております。もう時間ですね。で、スニップ解析の時はこのバリアントコールフォーマットっていうのがあって、どこの部分がどう変わってますよっていうような、格好になっています。で、その後はどういうふうにするかっていうと、ブラストとかで、既存の配列がどうこう、何が似てるのかっていうような解析だったりとか、あとはそのハマーとかで、どんなドメインがあるのかっていうような、解析をするという流れになっております。で他にもチップセックとかメタゲノムとかあるんですけど、それはちょっと今なんかお示ししただけですけど、チップアトラスとか、マイクローブ DB.jp みたいな、データが、データベースがあるので、その辺を使うと、一応どんなデータがあってっていう解析した結果がこの辺から、出られるようになっております。最後にちらっとだけ登録言うと、DDBJ が、当然日本の機関なので日本語でマニュアルが書かれていて、なかなか便利な状況です。で、登録のフローとかはちょっとややこしいところがあるんですけど、基本的にはこう Excel を埋める形と、あとはその Web で、埋める形で、さっき言ったどんなシーケンサーを使ったとか、どんな、生物を使ったっていうのをを埋めていくと、登録がされるというような流れになっていて、でこれも確かムービーとかが、DDBJ で作ってたような気がするので、その辺が参考になるかと思います。という感じで、後半のところにちょっと駆け足になっちゃったんですけど、NGS のデータベースのあたりの話をしました。